オッケー。ライデンさん強かったけど、やっぱりこのゲームはリトライすると極端に難易度が落ちますね。それでもライデンさん強かったけどね。おお、ライデンさんは一体どうなんだろうな。結構中立な立場なのかな。おお、そうだな。ソーニャとジョニーはなんだろうな、サイコキネス的な能力があるのかな。お前が逃がしたのか的な会話なのかな。はい、まあでも能力がすごいからな。うん、ちょっとエージャックスさん使いたいな。ちょっといかにもなんか戦う場所みたいなとこ移動しないでよ。来た来た、お色気担当。お色気担当可愛いな、やっぱり。え、お前からか。お前ちょっと好きじゃないわ。この人初めて見たんだけどな。なんかもう一か、方はなんか、まあ、今作というか、このモータルコンバットシリーズのお色気担当チームですよ。真のお色気、お色気、お、何？ずるいって。来た、来たな、結構有名ですよね。なんかどっかで聞いたことあるんだけどな。結構、やばい。2人で、そっか。なるほど。うわ、強いな。そういや、あれだな、まだ、武器を使って攻撃してくるやつっての、この人らが初めてか。うわ、キタナさんの後ろ姿、めっちゃくちゃエロい。ちょっとこれやべえな。やべえやべえやべえ。よいしょ。はい、決まりまーす。ね、もって、はいはい。はい。やばい、よいしょ、北野さんの、よいしょ、はい、よいしょ。北野さんちょっとね、見た目の割には結構残酷な声を出しますからね。残酷な声って何なんだろう。え、2人倒さなきゃいけないのこれ、めんどくせえ。ちょっと超めんどくせえよ。ズリーってこっちも女だぞ。せめてエイジャックスさんを、まあ、回復しないからあれだけど、ちょっとずるいなそりゃ。はい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 、ちょっとずるいよ。ちょっとそれはちょっとほんまにずるいわ。ちょっと、うんうん、ちょっと待って、キタナさんのエクセルちょっと見てみたかったけど避けてしまったな。やばい、ちょっとキタナさんのエクスレイ見たい。やばい、2人でそれはきついな。いいよ、キタナさん、キタナさん、あーダメだ、エクスレイが溜まってないな。よいしょ、 OK、 OK、 どんなもんじゃい。よし、行くぜ。最後。ちょっとやばいな。ちょっと二人でそれはずるいと思うわ。よいしょ。ちょっとそろそろ北名さんのね、X レイが見たいな。結構あのうちわ使ってえぐいことすんじゃないのかな。それだけは分かってるんですけど。よいしょ。よいしょ。やばい。やばい。くそ。ずるいって。ちょっと。2人で一つはずるいと思いますよ、本当に。しかしなんだ、その太鼓のバチみたいなのは何なんだろうな。オッケー、長かったよ、ちょっと2人相手はね。だからもうこれ実質そうだな、2戦しちゃったってことだな。はい、合計で4戦ですけどね。はい、まあどういうわけなんだろうな。
て、うん、まあ逃げなきゃね。お、味方かな。まあ味方だろうな、相手のものとは思えないからな。あちゃー。まあまあ、だいたい予想用はつきましたけど。来たな。またお前かい。くそー。どう見てもこっちの味方だろお前は。世界観的になんかめちゃくちゃになるからやめろよ本当に。うおー来た。脳震盪。やべやべ。そうやべ、よいしょ、オッケー。これ結構強いな、うさぎ飛び。結構コンボにも使えるし、結構不意の攻撃にもなるから、ちょっと、やーじゃー、やばい、やばい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 、当たんないか、うわー。ちょっとカノって言うんだ。全然なんか見た目に合わない名前だな。クソが、クソが強い、クソ強い。なあ、オッケー、決まりました。すごいなんかたまたまコンボがつながりまして、よいしょよいしょ、これで最後ですよ。こいつの薬は見たかな、見たような気がするけどな。でも出してくれないんですよね。他のなんか特殊な技になんかあれかけちゃってます、ゲージかけちゃってますから。よいしょよいしょ、いいねこれ、いいね。相手も不意をつかれたという感じで、はい、エクセル出すな今のうちだ。もう脳震盪やめろよそれ。うわうぜえ、なかなかうぜえ、ほら、はい、出さないから死んじゃいます。ちょ、やばい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 。オッケー、回し蹴りが心地よいね。よっしゃ、ね、炎しょぼくね。火炎瓶程度じゃん、火炎瓶より弱いぞってもしかしたら。え、なんか殺しはしないんだね。お、ライデンさんは結局こっちなんだな、こっち側の人間か。お、なんでも何でも電気で解決できちゃう技だね。おお、ライデンさんちょっと万能すぎませんかね。過去と未来をその受信通話できるという、でしかも雷に治癒能力まであるという。いやーちょっとインフレしすぎてますね一人だけ。あとはただのあれだろう、もう凡人に見えてしまうね他の人たちがね。まあ十分超能力とか使って、まあ人外ではあるんですけどね。ライデンさんはちょっとおかしいです、能力がおかしい。はい、この人まだあれだな、味方になって戦ったこともないし敵になったこともないから分かんないな、どんな戦闘スタイルなんだろうな。おお、スコーピオン、スコーピオンさんに今度はスポットか、ちょっと嬉しいかも。ん、ずるいよな。はい、おお、かっこいい、やっぱ飛び抜けてかっこいいな。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。
次回はスコ次回からスコーピオンさんのお話になりますので、ぜひご期待くださいということで、まあ北名さんのねX で見えなかったのは残念なんですけどね、はい、まあまたお預けということでということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。